のぷぷぷ。皆さんこんばんは。まゆです。みなです。二人合わせてチリップです。あ、7月22日、チリップのぷぷぷ始まりました。始まりましたよ。この番組は休日のひとときあなたのチリップでぷぷぷっと過ごす番組です。はい、今日のテーマなんですけど、なりたい自分ということで、このテーマについていつかさん一言お願いいたします。に今慣れていますか？急に問いかけ系、問いかけ、問いかけ返し急に問いかけてきてましたけど、これどうすればいいですか、この人。皆さん、いいでしょう。それみんな答えてくれればいいな。まあいいですね。いいですね。新しくこれからも迷ったらそうしよう。エモみのある言葉をいただきましたね。そうですね。ありがとうございますって。ちょっと感情込めればいい感じになると思うんで、ちょっと言ってみたでしょ。ちょっと声低くしてみたっていうやつね。雰囲気出してごまかしたでしょ。そう。恥ずかしい。恥ずかしいじゃん。恥ずかしいよ。オープニングからこんな感じですけど、本編はちゃんと頑張って、もうちょっと頑張っていこうと思いますので、諦めずに最後まで聞いていただけると嬉しいなと思います。今日も最後までよろしくお願いします。チリップのぷぷぷ、ようこそいらっしゃいませ。こちら漫画王国鳥取広報課です。はい、始まりました。このコーナーはですね、漫画王国鳥取スペシャルサポーターに任命をしていただいております、チェリップが、チェリップなりに漫画やアニメなどを紹介して、もともと好きな方はね、ああ知ってるって共感していただけたら嬉しいですし、あまりそういうの見たりしないよって方は、こういうのあるんだなって、こう少しでも知っていただけたらいいなというコーナーでございます。さて、今日紹介するのはですね、なんや、先週、キュートさんの曲をね、流して、でちょっとそれとつながりがあるんですけど、キュートさんも好きなんですけど、そのキュートのメンバーの鈴木愛理ちゃんが兼任していたボーノさんがすごい好きで、すっごい大好きで、ボーノが、で、そのボーノさんを知るきっかけになったのが、この漫画アニメを紹介したいと思います。お願いします。仲良しでピーチピット先生が連載していました、守護キャラを今日は紹介したいと思います。懐かしい。守護キャラ言えないやつだ。え、マイ知ってるの？守護キャラ知ってるよ。守護キャラってだってあれやってたよ、確かテレビやってた。それ見てた。多分ちょうど学校から帰ってきたぐらいにやってたもん。嘘だ、これ朝やってたもん。あれちゃったっけ、4時ぐらいじゃなかったっけ。それキラリンレボリューションとかね。あら、キラリボだったっけ。あ、シュークロシュー、シュゴキャラ、ダヤスだったっけ、土曜日だったっけ。いや、わからん。なんかピアノの、ピアノの前か学校帰りぐらいだった気がするんだよね。それなんか、いろいろと、シュゴキャラとか、シュゴキャラ、ドキみたいな、なんか種類が何種類かあって、アニメも。ドキは知らないな、ドキは知らないな。なんかだから放送時間がそれで変わってるか、もしくは鳥取田舎なので、ミオはケーブルで入会していたので、あ、そうなんだ、本放送の時間に見れていたけど、どうだったかな、鳥取は夕方にもしかしたら放送されていたかもしれないんですけど、いや違うな、多分キラレボかもしれない。それは朝だったら朝の可能性もあるなっていうね、まあ、感じで、結構だからミオたちの世代は見てるんですよ、守護キャラや。で、まあ、ざっくりと言うと、こう女の子が変身して戦う系。あ、そうだったっけ。まあそんな感じ、まあ、あらすじをね、説明していきますと、クール&スパイシーと評判の小学生、これね、びっくりした、当時小学生じゃなくて中学生だと思って見てたかもしれない、小学生のひなもりあむちゃんが通っている学校の児童だけじゃなくて、もう他校の生徒からも尊敬されたり、恐れられたりしているような性格だったわけですよ、でもそれは表面上の性格っていうだけで、実際は意地っ張りで口下手で恥ずかしがり屋なごく普通の女の子なの。
で、そのギャップに悩んでたってことね、だから。おうおうおう。で、ある日、彼女は、どうか私になりたい自分に生まれ変わるための勇気をくださいっていう風にね、うん、願うと、うん、翌日朝彼女のベッドの中にチェック柄の3つの卵が現れるんですよ。あ、だよな、卵だよな。そう、卵しか覚えてねえわ。そうだ、可愛い卵が3つあって、なんだなんだと思ったら、中から、うん、ラン、ミキ、スーの3人の守護キャラ、うん、何何ラン、ミキ、まあラン、ミキ、スー、なんでミキだけ普通の名前っぽいだよ。いや、わかんないけど。ラン・ミーとかですね。ラン・ミキだけ右っぽいな。あ、そう。まあ、3人の守護キャラって、まあ、言ったら守護霊ね。うん。そうだ、そうだ。が、ちっちゃいキャラクターが生まれたんですよ。うん。で、3人は共に彼女のなりたい自分が形になったものでした。うん、そんな話だったんだ。そうそう。うん、だから、まあ、すごいその、ランちゃんっていうのはすごい元気な子ね。活発で。卵のランちゃん。素直な子。で、ミキっていう子は、うん、その、マムちゃんの、ちょっと、うん、知的で、うん、なんか絵とか、すごいセンスのある感じの子になりたいっていう気持ちが具現化した。で、スーちゃんはすごい女の子らしくって、うん、料理とかお裁縫とか得意で、あ、ぽい。スーぽい。のんのんとした感じの子になりたかったっていうアムちゃんの形、うんうん、思いが具現化した。え、そんな夢がいっぱいあったら。いや、だからそう、なりたい自分がアムちゃんいっぱいあったわけよ。いっぱいありすぎでしょ。絞れ、絞れ、絞れ。うん、そのだからその3人だからその守護キャラがいるっていうのは、うん、だからすごい特別で、うんうんうん、その守護キャラの世界においても守護キャラな、お前よく言えるな、いっぱい言ってるけど言えるだろ、守護キャラは。守護キャラは言えねえよ。だから、うん、すごい特別な存在だから、うん、そのアムちゃんが通っていた学校の生徒会のガーディアンっていうガーディアン組織があるんだけど、ガーディアン、生徒会ガーディアン、あのそれはだから、うん、なりたい自分を抑え込んでいると、うん、アムちゃんみたいに形になればいいんだけど、ならないこの卵にはバツがついちゃって、あー、なんかあったよね、だから黒くなっちゃう、その自分を見失っちゃうのね、簡単に言うと。あ、バツって、そうなんだ、だそういう意味なんだ。で、それでそのガーディアンたちが、うん、それを助ける仕事をしてたんだけど、うん、アムちゃんはその、まあ、3匹守護キャラがいるっていうのもあって、そのバツのついた卵を浄化できる力を持ってて、うん、で、まあ、そういう力もあるからっていうことでメンガーディアンのメンバーになって、うん、でそのバツをつく卵を助けたりとか、うん、ほうほうほう、願いを叶えてくれる特別な卵があるんだけど、うん、その卵を狙っている、特別な卵を狙っている、うん、イースター社っていう、イースター社、まあ、ポケモンでいうロケット団みたいなね、会社じゃなくて、いや会社でしょ、っていう会社こう戦っていくっていう待って、めっちゃ卵を争うっておもろいな、めっちゃ可愛いストーリーありますよ、うん、でもその中で、まあ、人間的にも、うん、アムちゃんも成長していって、アムちゃんこうなんていうの、誰もがみんなそれぞれなりたい自分が心にあると思うんですよ、うんうん、そうですね、理想の自分が、うん、で悩みながらも頑張ってるっていう、うん、その自分探しっていうのは結構、うんうん、なんていうの、これはすごい漫画だからすごい誇張して書いてあるけど、そうだね、こう誰にでもある感情だと思うから、うん、結構みんな共感できるんじゃないかなと、なるほど、思いまする。おもろいな、まあ、全然話の内容知らんかった、 な, んかかなのに見ていたという、いや見てない見てない見てない、見たっていうかなんか知ってるって感じ、全然見てないよっていう感じで、意外と深いんですよ、つまりは。面白そう、今見てもいけそうだな、それ結構面白いし、すごい声優さんがすごい豪華で、あ、そうなんだ、出た、あの今見れば、うん、水木奈々さんとかが、あ、マジで、そんなメインじゃないのに、え、水木奈々メインじゃないの出てんだ、そうそう、とかあるので、ぜひそういう面でも、うん、もう一度見ようは見たいなと思う作品でございます。守護キャラみたいなやつでしょ、確か、そうそうそう、守護キャラみたいなやつじゃん、分かる分かる、そういう感じのやつですよ、なのでぜひ皆さんよろしければチェックをよろしくお願いします。みんなが見たらウケるわ。では、まあ、いいでしょ、今日の1曲目、先ほど一番最初に話が出ていました、うん、ボーノさんの、あの守護キャラの曲をね流したいなと思います。それでは聴いてください、ボーノさんでガチンコでいこう。チェリップのプープープー。はい、皆さんからいただいたメッセージを読んでいこうと思います。 OK、 ラジオネームライトパパです。ありがとうございます。どうしたの、みおんちゃん、さゆべさん、こんばんは。わ、7月1日定期公演に参加しました。新曲これって恋だと思うんだ初披露でしたね。今までの曲は
元気がいい、ダンスナンバーはビートが強い、しっとり聞かせるなどのイメージでしたが、これにキラキラした可愛い感じが加わりましたね。新しい武器を手にした2人はこれまで以上に素敵なステージを見せてくれることでしょう。もう一つの新曲光る風の中のすべても楽しみです。だっていやいや、もう一曲もすごいですよ。せやね。いや、どっちもすごいんですよ本当に。今回もねえ、そうだね。いや、鳥取にね、うん、普通にいて普通に生活していたら、確かにとてもこうお会いすることのできないような作家さんたちに、方々ですね、こう曲をね、うん、改めて書いていただいているので、本当にそう思います。すごい、人生何が起こるかそれこそわからないなと。いや、まだまだこれから、うん、思いますし、ほんまほんま、全然タイプの違うに曲が今回も入っていますので、そうだね、ぜひぜひ楽しみにしていただきたいですし、さらにですよ、今回、うん、また2タイプあの CD が、うん、ありまして、そうですね、で前回はジャケットだけが違ったんですけど、うん、今回はあの曲順を変えることで、順番がね、あの聞く順番によってまた全然雰囲気が変わるんですよ、うんうんうん、そうだね。なので大人バージョンと少女バージョンと目打って、うん、先にそれこそ今ライトパパが今のところ聞いているこれって恋だと思うんだが入っている方が、うん、こう少女バージョン、そうですね、となって、まあ雰囲気もジャケットの雰囲気とかもちょっと可愛らしい感じ、うん、キュートで、もう一曲のね、まだライトパパの聴いていない光る風の中のすべてが最初に来ているバージョンは、うん、ジャケットもちょっと大人っぽい大人バージョン、ね、シックにね、と目打って、うん、曲の順番がね違うんですよ、入ってる順番が。そうですね、ジャケットだけじゃなくて、うん、なのでその辺も合わせて全体でこう楽しんでいただけるようになってますので、うん、楽しみにしていただけたらなと思っております。いや、ありがとう、よろしくお願いします。お願いします。続いてラジオネーム町田のサドリンです。ありがとう。まえさん、みおちゃん、こんばんは。こんばんは。ん、ああ、誰がいつ丸くなったってとっさんだって。なにこれキャラ違いだな。これキャラ違いだ。かっこよく読んでって書いてた。誰やねん。かっこよく読んでがそれかよ。うん、これだね。まあいいでしょう。先日、さわさに海の家、お疲れ様でした。1年ぶりの海のイベント、最高でした。まさかマイクコードをさばくことになるとは。あ、違う違う、まさか新曲を聴けるとは。思っても見なかったので足元で、ね、そう、え、新曲、え、やばいやばいやばいとあたふたしていました。それにライブはもちのろんだけど、ドピカーン、ドピーカーン、なんて書いてあるこれ、ドピーカーンだ、あ、ドピーカーンだったし、木刀割り、ん、木、あ、木刀割りじゃなかった、スイカ割りもなんで木刀するんで、なんで祈ってるんでいや、木刀がスイカ割りもできたし、一日丸と楽しめて、いろんな意味でリベンジできました。ありがとう。海とソーダが聴きたくなっちゃったぜ。8月のリリーブもう楽しみねーでした。やべ、回ってない。8月。いねえな。おい。リリーブも楽しみでーす。だって。いねえな。人のメッセージこんなめちゃくちゃに読むやつなかなかいねえだろ。うん、びっくりした自分でも、うん。いや、まずですね、去年もこのサファソニー海の家参加したんですけど、うん、すごい豪雨で、うん、で、海とソーダ。を歌ってる中村あやちゃんとコラボだけしてチェリップライブせずに江ノ島を楽しんで帰るというですね、まあ、あれも最高だったけどな。そうそうそう、うん、チェリップのライブとしてはあまりできずに、そうだね、悔しい思いをしたことがありまして、今年はリベンジをしに行ったんですよ、うん、そうやね。で、そしたらね、マイクにワイヤーがコードがついておりまして、ついておりましたね。パシ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 とね、前の人にね、そうそうそう当てながらというか、申し訳ござらん、もはや前の人が気を使ってコードをさばいてくれるっていうね、そうそうそう、その悟りみたいに。本当だ。で、の状態でのライブとなりましたが、うん、すごい海とね、うん、その天気もすごい良くて、気候とも相まって、すごい最高のこれって恋だと思うんだ、だったんですよ。そうだね。確かに。で、その披露もうまくいって良かったですし、うん、スイカ割りの時間がありまして、そう、初めてのスイカ割りだね。で、スイカはそれぞれファンの人たちが自分の持ってきたスイカを割ってほしいアイドルさんに、そうそうそう、まあ、献上するというか、そうそうそう、割ってもらうっていうシステム で、うん、でチリップスイカ集まるんだろうかと思ってたら、そうだね、メンバー2人に対して、まさかのね、特大のめっちゃいいスイカが4つもですね。そうやね、いいスイカをね
差し入れをしていただきまして、そう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 、でやっぱみんな分かってるんですよ、鳥取のスイカだったりとか、うん、新潟のスイカだったりとか、そうそうそう、いろんなとこあるね、チップにゆかりのある、場所の美味しいスイカを皆さん持ってきてくださいまして、でチープ2回ずつねスイカ割りを楽しみました。ミオはねぐるぐる回ってもなんか目が回らなくて、すげえね、体質だろうなそれ、すげえ、比較的あのまっすぐ歩いて余裕だな、で振り下ろすんですけど、その鳥取のスイカやっぱり中身がすごい詰まってる、いいスイカなんですよ、で硬いね、なかなか割れなくて大変でした。でそれに対して伊藤さんすごい上手くてですね、なんとなくなパシッとこう刺さるんですね、スイカに、うん、でなんかこのその振り下ろした瞬間に力を込めるのがうまいのか、そうだね、いい感じにこう力が入りすぎちゃったのか、スイカを割るはずの木刀の方が割れてですね、ちょっとね申し訳ないねすごい、うん、すごい、あの誰も予想していなかったので、そう前もそうしない、みんなビビるっていう、本当に、まあ、しかも目隠ししてるからみんなの声でね、何何みたいな感じだし、ね、そうどよめきが起こるっていう、びっくりしたあれは。でその僕と持ってきたね、そうデスラビッツの部長に、そうすいませんとツイッターでご挨拶をしたら、フォローしていただいて、ぜひ今度写真を撮りましょうと言っていただいて、ね、よかった、まあ、そういうきっかけができたという面ですごい大変良かったんですけど、いいでしょう、あのチェリップのスイカ割りあまり可愛くないという、二人とも全然可愛くないよ、あのガチもはやブサイクっていうね、っていう感じで、うん、あのすごいバラエティ的には花丸でしたけど、アイドル的には0点というですね、まあね、まあいいでしょう、もうでも見ていてすがすがしいスイカ割りをお届けできたんじゃないかなと思います。確かに確かに、でまたチャンスがあったらね、ミオンその時もちょっと喉の調子が悪くて、サワさんの作ってくださったキーポンとか歌えなかったので、ね、うん、また次があればちょっと気持ちいい環境でキーポンを響かせたいなと、そうですね、思っております。それでは今日の2曲目いきたいと思うんですけど、今新潟っていうワードが出てきてね、うん、まあ、チェリップとしてのなりたい像というかね、うんうんうん、そうだね、やっぱりネギコさんとか、まあいろいろたくさんいらっしゃる中でもやっぱ、ね、うん、ネギコさんっていう存在はまあ前々から言ってるので、うん、そのネギコさんの曲を流したいなと思います。それでは今日の2曲目、ネギコさんで校内よい歌。GO! さあさあ、7枚目のシングル、発売まで、ほぼ1ヶ月、うん、あと1ヶ月となりました。本当だね、本当だ、8月23日ですからね、23ですからね、本当ですね。いやチリップもこの夏で5周年を迎えるということで、うん、そうですね、あのだいぶねこうアイドル界を見渡しても長くなってきましたので、ほんまだね、今度はチリップがこう、あチリップなんかいいなって、うん、その若いアイドルさんたちを持ってもらえるような、そうだね、確かに少しでもお手本となれるようなね、お姉さん、こんな感じですけど、うん、そういうユニットになれたらいいなと思いますので、あと1ヶ月じわじわと皆さんと一緒に頑張っていけるといいなと思いますので、うん、皆さんお力添えの方よろしくお願いいたします。お願いします。来週もねイベント、来週っていうか夏やっぱイベントたくさんありますので、ね、皆さんとたくさん会えることを楽しみにしております、ね、はい、では今日はこの辺で、せーの、おやすみなさい。まいです。よんです。2人合わせでチリップでした。バイバーイ。